ピックス、もう始めてるのかな。早いとこ巻き返さねえとな。どうしても今日なのか。動き出したら止められねえんだよ。大勢の同志が動いてくれたんだ。爆破の予告もしちまってる。魔航路止めないと今日もやるってな。悪いのはシルダだ。しれっとしてろ。アバランチと名乗る反神羅組織による魔航路爆破予告声明に関わる特別警戒態勢の影響によりダイヤが大幅に乱れての運行となっております。4番街駅には帝国より遅れての到着予定となります。ターゲットは5番魔航路。駅からは市街地の裏道を抜けて魔航路内に入っちまえばあとは1番と同じ。魔光だまりを目指す。ハグ、ドカンとかましてやるぜ。JC とウェッジの分まで俺らでやり遂げる。あ、目立つか。お前らはここにいる。最初の関門だ。楽勝だろ。大丈夫だって分かってるんだけど落ち着かないね。隣の車両見てきてもらってもいい？少し心配なんだ。どういう意味だ？バレット、作戦の前はピリピリしてるからお客さんたち怖がってるかも。放っておけ。そう言わずに、私は大丈夫だから。はあ、すぐ戻る。ありがとう。君はこれでも擁護するのか。迷惑だ。アバランチなんて。ああ。爆破予告でどこの営業所も大混乱で現場では悲鳴が上がってる。だけど私は、いや、神羅社員は戦うよ。魔航路を止めたりするもんか。なんだ、文句あるか。文句だと？なの？特にない。ふん。あんたはどっしり構えてろ。ちゃ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 んちゃ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 ん。
だ。隣に戻っとけ。ティファのそばにいてやれ。非常警戒態勢を発動。手配 ID の疑いあり。後部車両より車両チェック並びに隔離準備を開始します。大変。お前ら早く来い。クランドはそいつらをお願い。任せろ。車両の隔離準備を発動。単身でこの車両は隔離されます。とにかく前の車両に。タクシーの番だね。タク、タク。前の車両に行け。ここしよう。助かりてえならとっとと行け。はい。クラウド。車両ロックシステムを起動する。まもなくこの車両は確認されます。急げよ。追い打ちだ。私は神羅社員だ。敵だろ。敵じゃない。みんなを守りたいの。お願い。こっちは私が面倒見る。守るから。キリがないな。手配 ID 取り者3名の隔離を確認。相当フェーズに行く。トルジア様の言う通りは仕方ない。あ、駅は包囲されているはずだ。飛び降りよう。マジか。速度を落とせばいい。それビックスのプラン E だ。行けるか。大丈夫。確実に。頼む。頑張るね。巻き上げて。よっ。ここで決めよう。そこ。まだ
軽かった。何それ。痛快、相当フェイズをかいくぐるとはな。はっ、しぶといネズミだ。三匹目は生かしているだろうな。捕捉済みです。二匹と合流させろ。はっ、了解しました。
こっからはプラン E だ。聞こう。予定通り行ってりゃプラン A。 こいつは駅からまっとうに魔航路を目指すルートだ。今は予定から外れちまったが抜かりはねえ。オプションを準備してあんのよ。魔航路から近い順にプラン B、C、D とな。いくつあるんだ。 E までギリギリか。あついてるぜ。私たちが乗ったのはメインピラーと4番街をつなぐ4番街線。今いるここは隣の5番マコール線だね。まずは線路沿いにマコール方面に進むぞ。ただし駅までは行かねえ。途中で別の道に入る。マコール近くの駅はどこもやべえくらい警戒されてるからな。あっちだね。5番街の仲間が目印をつけてる。心配はいらねえ。行けるぜ、行ける。俺の勘がそう言ってるぜ。はい、クライマックスに備えて少々前倒しで開始しております。無論最後はプレジデントのお考え通りに。ええ、お任せください。では、失礼します。解析室よりデータ分析は順調とのことです。ただ被害が想定より大きく、このままでは、お前たちの仕事は何だ。過ぎたことをわめき立てることか。被害だと。それがどうした。所詮は扱い捨ての駒。駒が足りんというなら三番街からでも呼びつければいいだろう。少しは頭を使って先回りできんのか。部下が無能だと苦労する。その点プレジデントは幸運だ。この俺様がいるからな。シンラの犬の絵だ。壁、気にしとけ。犬？中堅スタンプ。奴の鼻が向いてる方に5番魔航路への道が続いてんだ。信号の色も見落とすな。青が俺たちの進行方向だ。そっちは任せる。待ってました。よし、やっちゃおう。チャンスだよ。ここで決めよう。やい、行くよ。さあ、当てる。邪魔だ。そこ蹴散らす。当てる。マコールは青信号の先だぜ。
毛の色をちゃんと見とけよ。ビックスが上にいる。ジェシーとやるはずだった仕事だから一人で手こずってるはずだ。早く行ってやらねえと。うん、ビックス頼む。頼られちゃうな。頑張るね。ここで食い止める。どこだ。わっ、痛みかける。はっ、蹴散らす。引かせる。かかった。邪魔だ。力を合わせて。俺が決める。やってみろ。わっ、狙う。終わり。じゃあ連携しよう。おう、引っ込んどけ。よし、やっちゃおう。蹴散らす。当てる。じゃあね。あったぜ。こいつの鼻に頼る。スタンプの鼻が向いてる方が行くべき道。目印の通りに進もう。俺だけでも
戦会議だ。場所の確認しとくぞ。どこ行く？どこ行く？近くに使われてねえ車両基地がある。そこが目指す場所だ。着いた後は隠し通路がある。アバランチの戦闘データは十分な量が取れたと報告が。何度も同じことを言わせるな。報告など聞いて何になる。それは風隊との戦争を忘れたか。
敵を侮れば傷つくのは神羅の名声だ。歯向かう者は徹底的に完膚なきまでに叩く。それが神羅のやり方ではないのかね。なですが。おお、貴様はここの連中と一緒に仲良く職を失いたいらしいな。イーク核にある大型実験機を起動させます。手配を急げ。これでまた俺様の功績が増えそうだな。ガたんじゃねえだろうな。あんたがそう言うなら戻ってもいい。素直じゃねえな。勘で進んでんじゃねえぞ。お互い様だろ。へいっ。油断したな。集中していた。やめとけって。
ラード、それ以上は危険かも。余裕だな。これで負けたら笑ってやるよ。よく決まった。かぁ、吐き回してやる。そこだ。ここまで。バレット、声大きい。意地張るな。さっさと戻るぞ。歩き回ると見失うな。相手じゃない。思いっきりやっちゃうね。行け。確実に。じゃあ。止め。まだまだ。畳みかける。そこ。消えろ。出る。お好きに。どうってことない。
道路は青信号の先だぜ。もう一度確認しとくか。またシンナの犬がいるぜ。鼻の向き間違えんなよ。
じゃあ。おお。一丁上がりってな。パレットは本当にスタンプが嫌いだよね。スタンプは悪くねえよ。あれを中堅だ。犬の鏡だと持ち上げんのが気持ち悪くてしょうがねえ。スタンプかわいそう。バカでかい迷路に取り込められるやつ。進んでも進んでも壁で。壊せばいい。バレットと同じこと言ってる。取り消す。何が不満だよ。ちおい、ちょっと待て。こっちだ。思ったより警備が厳重だね。あの奥が基地みてえだ。全員蹴散らすしかねえ。通路か。プランB、なかなかいい感じじゃねえの。どうだ元ソルジャーさんよ。ビークスが考えたんだ。お前の意見も入ってるぜ。慎重です。どういう意味だそれ。使われてない場所だよね。違ったろ。
これか。ん？離れろ。
片付いた。ざまあ見ろだ。行こう。うん。ね、こっちだ。煩わしい。解析室の報告では戦闘中に異常値が検出され、直後通信が途絶したとのことです。異常値だと？貴様らの整備が甘かった言い訳なら。いえ、分析モジュールは正常に作動していたようです。状況から考えて観測対象がこちらの予測値を超えたとしか。あいつらはポイント E の監視機器は全滅です。プレジデントです。はいはい、問題はありません。むしろ面白いデータが取れそうでして。はい、承知しております。ネズミの行き先は分かっておる。整備不良でないと言い張るなら地球異常値の原因を探れ。間に合わなければ前線に送ってその身で観測させる。そう怖がるな。俺様は優しいぞ。有能な部下にはな。ガッハ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 ッ。通路はコンテナの向こうだな。隙間通ってくる。